軍第509、混成部隊に所属した、B、B-29 爆撃機の機名。1945年8月9日に、長崎県長崎市に、原子爆弾、ファットマンを投下したことで知られる。攻撃当日、ボックスカーは、グレートアーティストの機長チャールズ・スウィーニー・少佐と、副操縦士、チャールズ・ドナルド・オルバリー対、フレッド・オリビ中尉によって操縦された。 作戦では、第一目標は、福岡県小倉市であり、爆撃当日も、原爆投下機である、ボックスカーより先に離陸し、天候観測機を務めていた、エノラゲーからの報告でも天候に、問題はなく、爆撃可能との報告を受けていたことから、ボックスカーも小倉爆撃を目的として、作戦を行っていた。しかし、小倉市到着後に爆撃経路侵入に三回失敗。 その間に天候も悪くなり、迎撃機も確認されたことから、目標を第二目標である長崎市に変更した。ボックスカーはテニアン島を離陸する時から爆弾層に装備した予備タンクの燃料ポンプが故障しており、残燃料に余裕がなかったことから爆撃工程をやり直す余裕はなく、一回目の爆撃工程の際に、 雲の切れ間から目視できた地点に原爆を投下した。国立アメリカ空軍博物館に展示されるボックスカー製造モデル番号は B-29 から 36MO、機体番号は44から27,297。ビクターナンバー77。15機製造された原爆投下作戦用の機体の1機でネブラスカ州オマハにあった。 マーティンの工場で製造された。機体愛称は、ボックスカーあるいは、ボックスカーともしばしば呼ばれる。しかし、機体に描かれた、実際の綴りは、ボックスカールだった。これは、通常作戦時の機長フレデリック・ボックにちなんだ、ボック、エスカーと、ボックスカーをかけたダジャレである。1945年3月10日に、陸軍航空軍に引き渡され、ユタ州。 ウェンドーバーにあった第509根性部隊に配備された。6月17日にテニアンに到着、8月1日に防雨用の理由からビクターナンバーを7から77に変更した。第2次世界大戦終結後の11月、第509根性部隊がニューメキシコ州ロズウェルに帰還。1946年8月まで同部隊に、 配備された後、アリゾナ州、デビスモンサン基地に保管された。その後、1961年9月26日に、オハイオ州デートンの国立アメリカ空軍博物館に運ばれ、ファットマンの複製と共に展示されている。ボックスカー。垂直尾翼に描かれた矢印は、所属を表すテールコード。初期表示長崎出撃時のボックスカー。テールコードが、 矢印からトライアングル N に変更されている。原爆とオカジは、グレートアーティストの上院が乗り組んだ。以下は同乗した軍人。ありがとうございます。